ロバート・プラント、ロバート・アンソニー・プラント、ロバート・アンソニー・プラント CBE、1948年8月20日隊は、イギリスのミュージシャン、レッド・ツェッペリンのボーカリストとして有名である。ニックネームは、パーシー。身長185センチメートル。ウェスト・ミットランズのウェスト・ブロムウィッチで生まれる。幼少の頃は、アメリカのフォーク・ミュージックに夢中だったが、十代前半の、 頃、父親に連れて行かれたクラブで白人のブルースマンが歌う姿に惹かれ、自らもブルースバンドを組み演奏するようになる。プラントは、髭も伸びないうちからハーモニカを吹いては、マディ・ウォーターズの古い歌ばかり歌っていたと等を振り返っている。16歳で家を出ると、いろんなバンドを渡り歩く、ミュージシャン生活に身を投じる。その中の一つであるリスンというバンドでは、 1966年に Ubetter Run というシングルを発表、また他にも数曲をレコーディングしている。その後に加入したクローリング・キング・スネークスというバンドで後にバンドメイトとなるジョン・ボウナムに出会っている。この頃、アメリカからやってくるサニーボーイ、ウィリアムソン・ E や B、ビー、ビー・キングといった本物のブルース・マンの演奏を生で聞いたプラントは本格的にブルースに傾倒。 ボーナム等と共にバンドオブジョイ、バンド名の由来は勝負を意味するレデ,ディオブジョイからを結成する。バンドオブジョイではブルース以外にもバッファロースプリングイールドのようなウエストコーストロックを追求しており、3枚のシングル曲をレコーディングしたものの、1968年までには解散した。解散後はボーナムと別れ、アレクシスコーナーと共に曲作りをしながらチャンスを伺っていた。 1968年8月、ニューヤードバーズ結成のためにボーカリストを探していたジミー・ページが最初に加入を打診していたテリー・リードから推薦され、バーミンガム近郊の大学で歌っていたプラントを見に来る。ページはプラントの歌唱に圧倒され、すぐさまバンド加入を持ちかけた。ページはその時の様子について、晴れほどのボーカリストが無名のままなんて信じられなかった。 人格的に欠陥があるかとても仕事をやりづらい人間なんじゃないかと思ったよと振り返っている。プラントは加入するとともに空席だったドラマーに旧知のジョン・ボーナムを推薦。メンバーが揃ったバンドは同年9月よりスカンジナビアからツアーを開始10月15日をもってバンド名をレッド・ツェッペリンと改める。ツェッペリンはその勢いをもって米、A 双方のチャートを席巻。 バンドの知名度とともに、プラントのボーカリストとしての地位も上昇していった。プラントはそのルックス、声、ステージパフォーマンスから70年代を代表する、セックスシンボルと称された。特に、70年代前半のステージでは、女性ものの服やインド、中近東風の服の前を肌で歌う姿は、その金色の挑髪と、相まって、ロック界のアイコン、象徴と言われていた。 セッペリンとして活動していた1969年から1980年の間、プラントは課外活動をほとんど行わなかった。唯一音源として残っているものに、1979年12月に行われたカンボジア救済コンサートデジにロックパイルの伴奏をバックに歌ったものがあり、これはコンサートフォーザ・ピープル・オブ・カンボジア。 1981年発表に収録されている。順風満帆に見えたセッペリンだったが、1970年代も後半に差し掛かると暗雲が立ち込めるようになる。1975年、家族と共にギリシャ、ロドス島で休暇を取っていた時、運転していた車が木に激突し足首を骨折。子供たちは軽傷だったが、妻のモーリーンは、 頭蓋骨骨折という重傷を負った。チェッペリンの7枚目のアルバム、プレゼンスは、プラントがまだ完全には回復してない中での制作となったが、本作での歌詞はプラントによれば怪事故の前後の状況を描いたものになっているという。さらに1977年7月、息子のカラックを突然の病で失うという悲劇にも見舞われる。当時チェッペリンは全米ツアー中であったが、 残りの予定はすべてキャンセルされた。なお、これがチェッペリンにとって最後のアメリカでのツアーとなった。プラントの悲嘆は深く、当時はすべて放り投げて全く違う人間になってもいいとさえ考えていたという。その後何とか復活するも、1980年のジョン・ボーナムの急死により、チェッペリンはその活動に幕を閉じた。 解散からしばらくはイントン生活に入ったプラントだったが、1981年3月には新たなバンド、ハニードリッパーズを結成。小さなクラブでギングをこなすという活動を続ける。1982年6月、ファーストアルバム、11時の肖像をリリース。セッペリン時代のハードロックスタイルに別れを告げ、新たなスタイルの音楽に着手する。 その後も1983年にザ・プリンシプル・オブ・モーメンツ。1984年にはハニード・リッパーズ名義のボリューム1。1985年にはシェイクン・アンド・スタードとヤツギバヤに新作を発表し続けた。チェッペリン時代のビッグヒットには及ばないものの、1990年までの全アルバムは全米20位以内につけるヒット作となっている。 1985年、レッド・ツェッペリンとして、ライブ・エイドに出演。当初は、プラントのソロでの出演予定だったが、このコンサートの提唱者のボブ・ゲルドフから、ゲストとして、ページとジョン・ポール・ジョーンズを呼ぶことを提案。これを了承し、1日限りのツェッペリン再結成の運びとなった。ドラムには、トニー・トンプソン、ジョーンズがキーボードを弾くことを望んだため、ベースには、 ポール・マルティネスが加わった。このコンサート最大の喝采を浴びたが、演奏自体はうまくいかず、特に天国への階段で、プラントがページのギターソロ後の歌い出しのタイミングを間違えるというミスを犯してしまう。プラントはライブエイドでの演奏について、まるで闇雲に自分の尻尾に噛みつこうとしてる犬、みたいだと振り返っている。その後、プラントは、 ページと1988年の4作目のソロアルバム Now and Zen と同年のアトランティックレコードを40周年記念ライブ1990年のネブワースでのコンサートで共演している。1994年ページとプラントが再会ジミー・ページロバート・プラントとして MTV アンプラグドに出演する。同番組ではッペリンのナンバーをリアレンジし さらに新曲数曲を追加して披露した。この模様は同年にノークオーターと題し、アルバム、映像作品として発表された。翌1995年よりページプラントとして本作的な世界ツアーを観光1996年まで続いた。1998年ページプラントとしての新作アルバム Walking into Clark's Gale を発表、それに伴うツアーを 同年2月より開始した。しかし1999年2月をもって、プラントが突如、ページプラントとしての活動停止を宣言し、再び二人はソロ活動に戻った。2001年からは、ロバートプラントストレンジセンセーションとして、性的に活動を続けている。2007年10月には、ブルーグラスカントリーミュージックシンガー。 アリソン・クラウスとのコラボレーションアルバム、レイジング・サンドをリリース。2008年5月末まで彼女とライブを行う。このアルバムの収録曲、ゴーン・ゴーン・ゴーンは第50回グラミー賞のベスト・ポップ・コラボレーション・ウィズボーカル部門受賞した。2007年12月、ロンドン・オーニアリーナにおいて、アトランティック・レコードの創設者、故、アーメット・アーティガンの追悼チャリティコンサートのために、 レッドツェッペリンして、ステージに上がる。2009年2月8日の第51回グラミー賞でも、前年に引き続き、レイジングサンドがノミネートされ、主要5部門のレコードオブザイヤー及びアルバムオブザイヤーをはじめ、5部門で受賞した。また、同年、音楽界への貢献が認められ、CBE を授与されることが発表された。同年7月10日、バッキンガム宮殿にて、 チャールズ皇太子から授与された。2010年、自身のアマチュア時代に組んでいたバンド名を冠した、新作アルバム、バンド・オブ・ジョイをリリース。前衛3位、全米五位の好成績を残す、第53回グラミー賞の最優秀アメリカーナ・アルバム賞にもノミネートされた。レッド・ツェッペリンでのハイトーン、パワフルでワイドレンジなボーカルは、音楽界に衝撃を与え、 セッペリンはたちまち世界のトップバンドとなった。ボーカルスタイルの一つのあり方を確立し、囲碁のロック、ハードロック、ヘビーメタルの歌唱法に多大な影響を与えた。フレディ・マーキュリー、スティーブン・タイラー、ボン・スコット、デイビッド・カバデールなどの同世代のロックボーカリストから、アクセル・ローズ、クリス・コーネル、セバスチャン・バック、ジャスティン・ホーキンス、 ジャック・ホワイトなど、後の世代のボーカリストにも影響を与えている。ページは、もし生体を使ったオリンピックみたいなものがあれば、間違いなく、全種目金メダルと評している。ただし、ローリングストーンズのキース・リチャーズは、俺の耳にはいささかアクロバットじみて聞こえると、嫌っている。しかしながら、長いツアー生活による酷使により喉を痛め、かつてほどの高音は出せなくなった。 1972年まではまだ調子により、高音が出せていたが、1973年以降は出せなくなり、以降は楽曲によってはキーを下げて歌っている。1974年頃に生体の手術を受けたという説もある。以降は高音のシャウトに頼らない歌唱法に切り替えている。初期の頃のプラントは、作詞は既存曲からの引用が多く見られ、例。 How many more times? 胸一杯の愛をなど、これが、チェッペリンの盗作癖の根拠にされたが、3作目の、レッドチェッペリン E からは、完全に、オリジナルの作品に切り替えた。ただし、以降も、トランプルドアンダーフットや、俺の罪のような、古いブルースナンバーからの引用を見られるものもある。特に、レッドチェッペリン4の、天国への階段は高く評価されているが、本人は、 天国への階段を頂点とは考えておらず、それどころか、心底嫌いな曲とまで言い放ったことがある。プラントの作詞家としての開花には、JRR トールキンの指輪物語からの影響が強く、他にもケルト民話や北欧神話などファンタジーの世界を題材に求めることが多かった。彼らの代表作にもなった、移民の歌、EE 収録やアキレス最後の戦い。 プレゼンス収録もこれにあたる。他のロックバンド同様、女性やセックスに関する歌詞も少なくないが、身近な事象に対する心情を表現したものも多かった。サンキュー、いい収録は、当時の妻のモーリーンに、スノードニアの子や、いい収録は、当時の愛犬、ストライダーに、オーシャン、聖なる館収録は、娘のカルメンに、そして、オールマイラブ。 インスルージアウトドア収録は亡き息子から苦に捧げられている。一方で政治的なメッセージや社会問題を題材にすることはほとんどなく、せいぜい、ザッツ・ザ・ウェイ、いい収録が差別問題を匂わせる内容となっている程度だが、この曲はアメリカツアーでバンドが受けたアメリカ人からの応募な振る舞いがきっかけで作られたものである。自身のアイドルにエルビス・プレスリーや ジョニー・ミッチェルを挙げており、両者に会えた時には、子供のようにはしゃいだという。また自身のルーツであるブルースの他にも、民族音楽に対する造形も深く、アルバム、フェイト・オブ・ネーションズ、1993年以降は、アラブ音階や、フォークなども取り入れている。また、ページ・プラントの、ノーク・オーダー、1994年では、モロッコの民族音楽を取り入れた。 全盛期のチェッペリンは、その派手な外見や、オフステージでの型破りな行動から世界中のプレスから目の敵にされており、助隊を暗いその骨を窓から投げ捨てる等と、噂立てられるほどに悪を高めていた。バンドのフロントマンであるプラントも、すべからく格好のゴシップネタにされたが、当時チェッペリンのツアーの警備を担当していた者は、プラントについて、彼は本当に素敵なやつだ。 決して人を傷つけない指令に正しい。いつも微笑んでるような感じさと語っている。メロディーメーカー氏の記者、クリス・ウェルジは、プラントについて、おしゃべりで想像しいい男としながらも、異常なほど繊細で落胆しやすいと評しており、さらに、飛行機やバスでの移動中は静かに雑誌を読んだり、音楽を聴いていたりしていたと、基本的に穏やかな人物であったことを明かしている。ただし、 初来日時には、ボーナムと共に、様々な悪ふざけに興じていたのを目撃されており、後に目撃した人物から日本で昔やったことを、覚えているかとわれると、何も覚えてないと答えたという。一方で、かなりの上がり症であり、本番前には、マネージャーのピーター・グラントがプラントを優しく、励ましながら、ステージに送り出していたという。映画、あの頃ペニーレインで、 主人公がツアーを共にするバンドのギタリスト、ラッセル、ビリー・クラダップのセリフ、俺は黄金の神だ。アヤム、エーゴールデンゴッドは、プラントが、ロサンゼルスのハイアットホテル、通称、ライオットハウスのテラスから叫んだものだという。当時、ローリングストーン氏の記者だった、キャメロン・クロウが耳にし、後に映画で使用したというのがその天末である。私生活では、 まだ無名だった1968年11月に、モーリーン・ウィルソンと結婚。3人の子供を授かった。映画、レッド、チェッペリン・強熱のライブでは、1973年当時の、プラント一家のマカムツマジー様子を見ることができる。モーリーンとは、その後1983年に離婚している。2011年、自身の率いるバンドオフジョイのメンバー。 パティグリフィンと極秘に結婚したという報道が出た。実際に二人は一年ほど付き合っていたようだが、2014年には破局していたことが判明した。プラントは、チェッペリン解散後、残されたメンバーの中で最も多くの新作を発表する一方、チェッペリンの再結成には最も消極的である。ソロになったばかりの頃はかなり不安だったようで、 アドバイスを求めに何度かページの元を訪れたというが、その後は自信をつけ、ツッペリン再結成を望む声をよそに、自身のソロキャリア進めることに集中した。音楽評論家で大のツッペリンフリークである渋谷洋一は、プラントにツッペリンについて話を聞こうとすると、露骨に嫌そうな顔をすると語っている。プラントは、 1993年にみんな俺に大儲けできるのにって言うけどさ、ツェッペリンの前はジミーも俺も別のグループにいたんだ。それがまた個々の活動へと散っていくだけ。二人で成し遂げたことは素晴らしいと思ってるが、今はそんなことどうでもいい。我々は前進しなければならないんだと再結成を拒む理由を語っている。同じく1993年、ページが元ディープパープル。 ホワイトスネークのデイビッドカバデールとカバーデールページを結成したとき、プラントは自身の髪型を真似たカバデールに異不快感を示し、よくもまああんな奴と組めたもんだ。俺には理解できないねと吐き捨てている。3人が組むことは二度とないという機運が高まったが、その翌年、MTV アンプラグドへの出演オファーが来たプラントは、チェッペリン時代の曲をアレンジしてやってみないかとページに、 声をかけ、再び、ページとプラントは、行動を共にすることとなった。当初は、ほんの一度だけのプロジェクトとなるはずだったが、ページプラントは、セッペリン再結成を望む人たちから、熱烈な歓迎を受け、本格的な世界ツアーが行われ、さらには新作アルバムまでもが作られた。だがプラントは1999年に、突如、ページプラントとしての活動を中止してしまう。 ページはプラントに思いとどまるよう説得したが、彼の決心は固く、もうやりたくなかったのさ。たくさん、って感じだったと語っている。以降、2007年の人よ限りの再結成を除いて、プラントがページ、ジョーンズと共に音楽活動を行う機会はなくなっている。2014年にも再結成すれば900億円以上にも及ぶという契約金さえもあさりとけている。 再結成に前向きであるページは、プラントのこのような態度に、こっちの気持ちを持て遊んでるんだ。正直もううんざりだよと不快感を示しており、これに対しプラントも、ジミーが何をしたいのかわからないと困惑意味で、さらに、ジミーも、自分のソロをやるべきだと進言するなど、再結成する気がないことを、改めて表明している。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。